じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、今日阪神です。またまたっていうか、まあそうだな、はいはい、今シーズン、はい、ファンの中では、はい、いろいろポジション争いあると思うんですけれども、中でもやっぱり一つポジション争い目玉というのはキャッチャー、梅野選手なのか坂本選手で行くのか、岡田監督、はい、どうするのかっていうところがやっぱりファンの間でも半々だないや終わっちゃった、いや終わり、はいどうも終わり終わりでも確かにそうなんです。実はもう去年の11月に、はい、その岡田監督が ある記事で143試合2人でマスクをかぶってもらうと、うん、でも去年も大体そういう構想はあったよね、はい、まあ比率的に言えば 7-3 ぐらいの確率だったのかな、うん、去年は、はい、梅ちゃんが7、坂本が3、うん、でもそれがやっぱ坂本の能力っていうのが、まあ、成長もしたし、はい、すごく能力的に高いものを見せてくれたから、うん、まあ、半々ぐらいでいいんじゃないのかなっていうふうに聞きはするけど、ね、やっぱりそうなんですよね。そのどうしても今全試合1人のキャッチャーってしんどいですよと、うん、やっぱり両方梅野選手坂本選手ともにレギュラーキャッチャーできる、このこれは2人いてるので、これはまた投手の兼ね合いというか、2人で143試合そういう形になると思います。まあ、そうだよね、はい、別にどっちがどうのこうのっていうことではなくて相性があるよね、うん、まあ、村上には坂本とか、はい、青柳には梅野とか、うん、西勇輝には梅野とか、はい、大竹には坂本とか、うん、だからそういうピッチャーによって変えていくのと、はい、やっぱ長いシーズンだからその状態的なことがあるよね、はい、まあ、体の状態もそうだしバッティングの状態とか、まあ、そういうこともあるよね。守りの状態っていうのはそんなにないと思うけども、まあ、そういう状態によって例えば村上が昨年ほど、うん、ちょっと良くないぞみたいな、うん、言ったらキャッチャーをちょっと変えてみるとかさ、はい、そこで刺激を与えるとか、うん、まあ、そういった使い方をしていくのかなっていう感じがするよね。まずキャッチャーという意味、リードとかそういう意味では梅野選手と坂本選手ってそれぞれタイプって違うよね。梅野選手はどういうタイプなんですか？梅野は横の揺さぶりと、はい、やっぱりどちらかというと強気のリードだよね。で坂本というのはやっぱりリスクを伴わない、うん、最小限でリスクは抑えるというようなキャッチャーかなっていうような感じはするんだよね。全く違いますねタイプが、うん、タイプは違う、だから面白いんだよ。そうですね、だから2枚いるから、うん、これを競い合わす必要もないし、うんうん、2人がいてくれて初めて阪神のキャッチャーというポジションは成立するというふうに坂本がグッと上がってきたよね。それやっぱりその怪我で坂本選手が出てきたっていうところで、あの活躍を岡田監督は見てさらに評価が上がった、うん、上がったと思う、うん、だからそれはそのどっちがどうなんだみたいな、うん、どっちが主役なんだみたいな、うん、どっちがレギュラーなんだ、いや2人でレギュラーでいいでしょみたいな、うんうん、まあ、そんな感じだと思うけどな、考え方とすれば。バッティングであったりとか、その打席でのその考え方であったりとか、そういう面っていうのは2人はどうなんですか？まあ、梅ちゃんの方が若干やっぱバッティングがいいよね、はい、でいいのとやっぱバントがやっぱうまいしさ、うん、梅ちゃんはだから小技も効くし、はい、まあ、走者としても塁に出たら、まあ、足もそこそこあるしね、うん、でリレーでスチールなんかさやったりだとか意表をつくようなこともやってくれるっていうのが梅野だよね、うん、で坂本はもう誠実にきっちり自分の仕事をやっていくという、うん、まあ奇想天外な方法はやっぱ梅ちゃんだよね。梅野の方がやっぱ奇想天外な発想は持ってるよね、うん、だからどっちがどうのこうのとか差をつけるっていうかさ、うん、決めなくてもいいと思う2人なんだよね、はい、うん、だから例えばジャイアンツで大城がいて小林がいると、うん、そりゃ大城先発でしょって、うん、ね、でやっぱ大事なところでダイソー使われたら次は小林やって、はい、そういうタイプじゃないんだよ。そうですね、うん、もう先発させたら完了までそのキャッチャーで行くっていうようなタイプだよね。そうですね、うん、だからそんなにねコーツつけるとか、はい、まあ、そういうレベルの選手じゃなくて、うん、お互いがいいものがあるから、うん、それがよりこのピッチャーに対して合うのはどっちなんだっていうようなことを導き出していけば、はい、まあ、昨年で分かったと思うけどもね、うん、まあ、それで使っていくというふうには思うよ。だから決めてないと思う。
だ例えばその今日はこのピッチャーだから、うん、じゃあこっち使おうだったりとか、例えば相手投手とのバッターとしての兼ね合いでじゃあこっち使おうとか、うん、そういうことまあそうだね。だから坂本が先発してたとしたら、うん、梅野は代打要員として十分使える選手だと思うしね、うんはい、梅野が出てた場合は坂本が代打で行くかって言ったら、うんうん、そういうタイプでもないし、だからそういう面ではもうキャッチャーとして考えた時にはもうコーツつけがたいというか、ね、やっぱ真摯に見えるのは坂本なんだよね、キャッチャーとしてイメージ的に、ね、そう、うん、やんちゃっていう意味では梅野なんだよねどっちもいい、そうですね、いい側面持ってる。だからそういう意味では坂本のその紳士的なそのキャッチャースタイルっていうのがすごく評価はされてるけども、梅野だってもう捨てがたいですよね。なんか繊細さとこう豪快さとか、うん、なんかそうですよね。いやだからね、梅野も坂本がいるから思い切ってできると思うし、で坂本も逆に梅野が今日は2番手でいてくれると思ったら思い切ったこともできるだろうし、だからお互いがお互いを尊重しながらやっていくとチームはうまく回っていくかなっていうです、ね、ここでギスギスしてさ、うん、なんかねピッチャーに対してどうのこうのっていう風にやりだすとおかしくなるよね、不協和音になってきますね。そうそうそう、いやだからそこら辺は2人で1つなんだというような意識を持てば、それはもちろんね、やってる以上は俺がレギュラーなんだっていうねプライドだとか、はい、そういうものは持ってほしいとは思うけども、でも2人でチームを支える、この投手陣を支えるっていうようなね、まあ、タッグを組んでほしいな、そしたらうまくいくような感じがする、うん、ここまで2大巨頭の2人のキャッチャーいると下の若手ってどういうモチベーションで頑張ればいいんですか、下のそのキャッチャー。いやそりゃ抜くのも大変だよな、ね、出る幕ないよね。そうですよね、出る幕はね2人が元気だとね。そうなんですよね、まあ、それとそんなに多くは使いたいって思うようなポジションでもないし、うん、そうなんですよね、うん、だから2人がいてくれるっていうのは心強いと思うよ、まあ、チームのまあ優勝連覇っていう意味では。そう他の球団で今このぐらい2人がこう正捕手っていう球団っています、ここまで。まあそうだな、言えばその中村がねヤクルトの、はい、と、内山とか古賀とか、うんうんうん、まあそういうのはそうなりつつあるよね。なりつつある。でそれと坂倉と相澤、はい、カープ、まあ、ここら辺もいい関係ができてると思うし、そうかそうか、だからまあいるねはいるけども、うん、ここまでなんかこう力が接近してっていうかさ、うん、まあ、どっちを使ってもいいよって、ゲームはしっかり作れるよみたいな、うん、どっちも頼りになるよみたいな、うん、いうのはなかなかねないですよ、ね、ない。またタイプが違うしな。そうですね、うん、まあ、去年そのシーズンが始まる前はやっぱ正捕手は梅野選手で行くよと言っていた岡田監督が、やっぱり坂本選手の昨シーズンの成長を見て、今シーズンは2人で143試合半分ずつ戦ってもらうっていうふうにそのなったっていうのは、まあ、嬉しいですよね。そうだね、うん、まあ、坂本がやっぱりね、うん、本当に頑張ったっていうこともあるし、うん、もう目充血しながら日本シリーズでは悩みながら、ね、必死に戦ってた姿っていうのは、これはまた一つ選手を大きくしたしね。でそこには残念ながら梅野はマスクをかぶることができなかったという、まあだからこう最初は梅野って言ってたけども、坂本が頑張ってレベルが一緒になったというかさ、評価が一緒になったっていうのは、これはやっぱ阪神にとってはすごく大きなことだったし、坂本にとっても大きなことだったしね。また刺激を受けたのがやっぱ梅野選手、ね、これいい刺激にお互いに。いやそうだよね、うん、だからキャッチャーはもうほっといていいよいやだから他のポジションで刺激与えるのはね。そうですよね、もうお互いのキャッチャーいろんな思考も違うだろうし、で面白いキャッチャーだと思うし、うん、だからここら辺はもうほっといても、うん、2人がいろんな話し合いをしながらやっていくと思うよ、うん、そうですね、だから、まあ、その阪神のキャッチャーを見てるだけで楽しみだなっていうふうには思うけどね。ですよね、うん、まあ、やっぱりあとは開幕のスタメンのマスクかぶるのはさあどっちなんだろうっていうふうなのも、まあそうだな、うん、だからまあ先発ピッチャーによって、まあ、仮にまあ日本シリーズとかクライマックスとかね、うん、見てると村上が言ってたよね、はい、先発にね、そしたらやっぱ坂本になるだろうしさ、初のスタメンマスクですね、これはやっぱもう一回青柳を立て直すっていうんで、青柳だったら梅野だしさ、だからそうなってくると、だから開幕っていうのは大事だけども、うん、まあ、さほど誰が先発だっていうことで変わっても仕方ないっていうのは
もう納得済みだよね、多分2人は、まあ、先発投手ありきでキャッチャー決めるんだろうな。まあそうだよね、うん、納得ですね。だからこれはもう2人が納得して、うん、そこら辺に何の問題もないと思う、うんうんですね、うん、だから大丈夫だと思うよ。わだから怪我するまでは梅野で行っててね、うん、でああいう風な怪我になって骨折になって、もうこれも仕方ないよね、怪我はね、うん、そうです、ね。まあ、その中でやっぱり坂本がよく頑張ったっていうことで支えたっていうことで、そうですよ、ね、優勝まで持っていったっていうことだから、うん、だから梅野も納得だよ、うん、チームも優勝できてね、はい、だからそれまでは梅野がやってたけど、うん、ね、だからまあ阪神を見るのに楽しみな、そうですね、いや2人だよ、あの2人がどういうリードをするのかとか、 そうだね、そういうのを比べるだけでも、その見比べるというかファンの方は楽しみでしょうし、だから主戦とかそういうのはここに至っては多分ないね、うん、岡田監督の中に、もう2人で1つっていう、まあまあそういう考え方で俺は行くと思う、 うん、またなんか阪神強そうだな今年は、やっぱりもうキャッチャーだけ見るとな、そうですよねいやでも他見ても強いよな、あそうなんですよ、そうなんですよ、まあまあ楽しみだよね、そうですね、楽しみなのはいっぱいあるよ、まだまだ、あの野口がどうなるかとかね、え、もう別に野口のバッティングがいいからな、ね、え、だからどういうふうにそこに入ってくるのか、そうだよ、あのオーダーの中に何番打たせてっていう、本当にで木浪がもう小幡を出さないようにしたからね、そうですね、急に出た小幡がなんか空振りしてたからな、ボールを、いやまあまあでもチャンスなのでっていうところもあったんでしょうね、いやチャンスだけどもさ、やっぱり定期的に出てないとああいうことが起きるよね、ただ小幡選手もやっぱりねショートを奪いたいでしょうし、巻き返してくるよ、ですよね、うん、あとは門別投手がローテーションの中に先発の食い込んでいけるのか、そうだな、門別も楽しみだし、高橋遥人、あーそっか、そうだ、いやこのピッチャーが復活したらすごいぞ、いやそうです、もうまた強靭に出てますね、いや、まあ、例えば今年復活して、うん、ね、昨年の村上に大竹のように10勝したりとかして、もう一人門別が10勝したりとかしたら、これが20勝になっちゃう、とんでもないピッチャーたちなんだいやそしたらお前楽しみは増える一方で、そうですよね、うん、そうすると先発の枠ってもう限られてくるし、西尾投手、青柳投手もうかうかしてられないしとか、いやもう結構ですみたいな言われるかもわかんないですね、いやもうあの争いだけでも楽しみですね、そうだな、うん、はい、今年もますますちょっと阪神から目離せないですね、まあそりゃそうだな、だから、はい、まあ自然的に阪神チャンネルいやいや動画も増えちゃうっていうことね、そういうことなんですよね、そうそうそう、はい。